はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。また今日も。あ、どうぞ。お願いします。木村大志さんの前で、楽しい奥さんと一緒に本日も足場をお送りいたします。よし、行きましょう。次は、前帰ってる。はい。あ、次ね。しかし、次は、あ、逃げてたな、道。ベイビー、これ考えたの名前。はい。メガネじゃちょっとつまらんな。はいはい、ベイビー。どういうことですか。メガネ王女のベイビー。言って。あ、ベイビー。で、例えばあのベイビーで年じゃない。それが面白いじゃん。メガネ王女の足場班のベイビーです。ベイビーです。お願いします。トシ君はキング、キングカズじゃなくてキングトシでした。というのが俺の考えだったんです。ありがとうございます。ベイビー、ね。ピッチ。僕キングベイビー。あ、まだ、あ、なんかすぐ顔が持てる。はい。入ってる入ってる。入ってますよ。こんな足場腐ってないやっとんのにこいつ何しに来たんだって。まあ言われちゃうけどね。え、どう。これが何回行くの。抜くんで人が出ない。あ、ここ組んで最後抜くんだ。これ全部これ正面全部組んだんで、この下の青色の部分はこいつは抜くってことだろ。はい。でこいつだけ注意でしてやるんだ。爆速。はい。爆速の足場紹介してくれよ。大体爆速ってやつ俺さっきの下取るけど全然爆速じゃないって言ってダンサーが映ったら、ちょっとダンサーが映った映っていいですか。あ、青い大志なんですよ、何がメインなんですか。あ、大志、あ、写真もつける。あ、写真ね。あ、会見が行きました。あの、お見合い写真とかそういったものをね、はい、貼り付ける、はい、写真があって、ごめんなさい。あ、ちょっと通ります。はい、後ろ後ろ後ろ。ちょっと、一回紙が大丈夫です。一回失礼して、失礼させて大丈夫ですか。はい、これをいいですか。いや、もういや、もっと強く言ってください。ありがとうございます。これやってみたかった。これがやってみたかった。ありがとうございます。はいはい、あ、そこで、そこで。はい、じゃあ行ってみましょう。せーの。あ、これで距離調整してんだ。いや、また後で行きます。調整しないか。シャツさんの今裏から、まあ昨日の動画かな、昨日の動画で連続で表から裏から組んどったと思うんですけど、これね、裏ね。で、ビッチ、これ説明しよう。なんでこんな風にやってるの。え、これあれだよね。これね、これちょっと不思議やろ。これね、これね、こっち出せるもんね。うん、先端アンチもあるんですけど、うん、この狭さだからね。開けるでも一応このアンチ入れるんですけど、今度もう全部もう上がもう第三地になってるんで、絶対空中影響しちゃうんで。ああ、まあ空中影響しないようにこの手すりですか。あ、空中で影響しないように。要は今あそこで組んであるやつは仮で組んであるだけだろ。そうですね。後でバラしますよと。でこれ手すり2本入れて歩きやすいように作っとんだよ。手すり2本だったらまた塗装職人が歩きやすいじゃないですか。だからその要は組んどんですよね。どうですか、もう休憩。まあそんな感じでしょうか。今日ちょっと足場ちょこっと解説で終わりますが、ちょっとまたここでもう一発ぐらい撮っていこうと思ってますが、まあちょっと連続で回していくんでね。まあ昨日は裏から組んだとこ撮ったんだ。はい、さっきね。でまあ今日は正面で、ね、ちょっとお客さんに呼ばれたんで行きますけど、じゃあベイビーが最後に締めてくれるでしょう。じゃあチャンネル登録。お前らなめんじゃねえぞ。YouTube ちゃんと見ていいね押せよ。チャンネル登録しねえとやっちまう。メガネメガネ。ベイビーです。また見てね。